オープン戦の苦戦ラストのような活躍が目立つのは選手。決勝打を放った4月2日も若手の追随を許さないベテランの技が光っていたよね。新井監督も実践しておったな。2024年は長打を増やしたいとスタイルの変更に挑戦していたんだけど、オープン戦で結果が出ないとなるとすぐさま断念。開幕してからは昨年のような粘っこい打撃を披露してくれているね。頼りになりすぎるわい。ほっほっほ。それでもカウントによっては強く振ると心に秘めていたそうで、4月2日の決勝打破前進守備のライトの頭を越えるスリーベース。野間選手自身も長打を打てるとは思っていなかったと笑いながら話していたよ。新井監督もよくあの場面で打ってくれた。今年も勝負強い。頼りにしてますと信頼は揺らがないようだね。現在3試合連続右腕に対して1番でスタメン出場している野間選手。開幕は左腕の東選手とあって出番はなかったんだけど、新井監督は左右でしっかり使い分ける意向があるのかもしれない。明日のヤクルト戦は天地市でスライド登板してくる左腕の高橋選手。野間選手の先発はあるのか、上本選手や久保選手の出番が来るのか、そこも注目していきたいね。ということで、やはり頼りになる男、野間選手のお話でした。